こんにちは、プロスピエースということで、プロスピエースのお時間がやってまいりました。ということで今日も、前回の、投稿ではですね、残念ながら熱男の一発が出てです踏ん張りましたけど、さあ初球は何か、いたー、負けちゃってですね、そこからまた修行してですね、家で今日2発目の、公開試合ですねをやりたいと思います。ということで今から、対戦相手を探していきましょう。今はちなみに僕はですね10勝9敗、ルーキーランク5にいます。さあ相手は、お、防御率 0.00 やん。っていうことはまだ1点も取られてないんか。頑張って1点取れるようにさあしていきましょう。さあ今日は皆さんに勝てる試合を見せていきたいと思いますけども、ちなみにオーダーはねこんな感じになってます。守備位置もですね、ここはお願いしますと礼儀で押しときながら、はい、先発はですね千賀ですね。ハード方向を武器に攻めていきたいと思いますけど、まあとりあえずはしっかりアウトコースの出し入れで攻めていきたいですね。ストレート高めに強い球いって、そうナイスボールストライク。じゃあこれ次フォークを落としとくかな。アウトコースしっかりトンと、おっ打たれてるし落ち悪いってもうちょっと低めだったかな。負けられへんで今日は。フォークもうちょっと低めから、え、バンドなの、バンドなのバンドで焦って合わせるのミスってやん。よしもう一回フォーク低め、ボール球になる感じでもいいよ。おお危ない、おお危ない、抜けるかと思ったけどなんとかセカンドゴロ。負けられないよ、柳田にストレートインロー、しっかりフォアボール、ちょっとコントロール乱すね。じゃあカットボール詰まれ、インロー、こんなとこ曲げて、ちょっとコントロール乱すね。ストレート今度インハイ詰まらそう、なんとか、おお高め外れてるし、ちょコントロールバルツギある、スリーボール、フォークもう甘めだけど打たないで、おおオッケー、ショートゴロラッキー。5番山川、これ本当の打線だってやばいね。カットボール、インコースから絶妙に出るよ。そう、見逃した。次、先制点を取られたくない、インコース、今度ボール球、ボール、じゃフォーク、同じとこから落とすよ、今度縦に、これボール、コントロールちょっと乱す、フォーク、今度甘めにしよう、甘めで、うわ、全然振ってけえへんな、めっちゃ選球眼いいや。よし高めからのフォークでちょっと、そう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 、さあストレート2敗にズバッと最後ここ決めるよ。おおナイス、なんとか踏ん張った、先制点取られず。さあ今日はしっかり打っていこうよ。相手の本気出すって言ってる、俺も本気出す。さあ第一ランナー出てよ、しっかり、うわサークルチェンジ、ああ詰まった。坂本しっかり合わせていこう、高めかな、高めくんのか、あカットボール、うわ詰まったけど、おお何これ、超ラッキーヒット。さあいいよ、吉田正尚行こうよ、ホームランチェン先制、長打行きたいね、先制点欲しい。変化球からかカーブ、いったホームラン、先制ツーラン、やりました。さあマッチ続こうよ。さあここで何や、お高め、お早い、あカットボール、あ詰まった、さあこの勢いをこのまま続けるケーダーでいこう、ヒット狙いで、ボールになります。さあいいよいいよ、見えてる見えてる見えてる、変化球か、5球目は何で来るか、ボール、内への変化球は決まりません。フルカウント、動揺してんのか相手は、あ合わしたけど詰まった、ワンアウト、外崎行こうよ、ツーアウトになっています。強振でしっかり、相手やめちゃったし、先制ツーランだけでやめなくてもいいんちゃう、初回やのにね、まだもう一回できるやん。
諦めんの早いって。せっかくいい感じでやって、次でもブロンズに昇格したわ。2点ぐらいで諦めたかって。コールドっすよね、相手がやめちゃったんですから。まあということでですね、吉田選手のホームラン一発でいい感じで行こうと思ったら相手が棄権して、コールドで終わっちゃいました。まあでも勝てれるとこがね、見せれてよかったですね。でもまあさすがに、まあ、これだけだったらあれなんで、じゃあガチャ引きましょうか。今から S ラン確率 10% 契約書ガチャってやつが2個あるんですけど、その 10% をかけて S 当たるかどうかっていう運試しをしたいと思います。まあ、まず1回目はじゃあゴールド契約書。これででも S とか当たったの見たことないけど俺。強打で逆転サヨナラのチャンス。お、炎になったよ。どうなの。ああ、なんかガラスみたいなの割らなかった。あ、A 東条選手。まあ、いい方なの。じゃこの 10% の確率で S が引けるかどうかっていう運試しをいきたいと思います。もうサヨナラのチャンス。どうなの、サヨナラのチャンス。あら、普通、何も起こらない。あ、A だった。A でもいいんすかね。やっぱ S っすよね。10% の確率っすもんね。でも打率1割やで。めっちゃ低いで、打率1割って。さあ、チャレンジカップ優勝報酬。お願いします。10% の確率で S 当てて。ホームランで逆転サヨナラのチャンス。サヨナラ、ホームランで逆転サヨナラのチャンス。うわー、なんかめっちゃ光ってる。うわ、めっちゃカットいい。これいいんちゃう、これいいんちゃう。うわー、ガラ S ー、いた。 10% の確率で S 来たけど、藤島選手俺持ってんだけどね。もうやっぱり先発が欲しいっすよ。今やってるこの先発投手のガチャがあるんですけど、 S が1位が出たら S ランク、これ引いときましょうかね。やっぱ S 欲しいですもんね。1回バシッと11連スカウトガチャとこ。さあ、S 当たるかな。これなんか太陽出てきてないけど、太陽が欲しかった。全然光らへんかった。しかも空にも飛べへんかったで、キャッチャー。もう一回行こうか。当たるかどうか。お、出たよ。月出たよ。お、なんか声めっちゃいいんじゃん、めっちゃいいんじゃん。すごいよ。ほらほら、すごいよ。これ絶対いい、絶対 S。ほら、にっこり。ほら、これめっちゃいいんじゃん。来たー、石川来た、来た。1位当たったし、すごくない？すごいです。すごいでしょ、持ってるでしょ。また修行し直します。じゃあ、シャッ。